電池無加水工法という、はい、普通に知られてる水耕栽培と比べると、まあ、全然違います。ミストを使うんです。ってみれば電子植木鉢、はい、あの水の量も全然違うんですよ、ね、全然違います。普通の水耕法の10分の1以下。あ、無化してるってことはあのクラスター破壊してるってことですか。破壊してる。で、破壊したクラスターを自戒で保持してる、はい、だからクラスターを作る方法とそれからそれを保持する方法、2つの方法を使ってる。あ、クラスターを破壊しただけではダメなんですか。ダメです。だいたいクラスター破壊すると普通だとどのくらいで再結合するんですか。マイクロセックだよ。マイクロセック再結合し、じゃあ根に届く前に、もう全然なくなっちゃいます。これだとミリセカンド単位、ミリセカンドオーダーぐらいで、保持できると。それも多分 10% ぐらいだろう、はい、10% 届いてるという、でもそれで成長が3倍になるんですよね、あと水が少なくていいということは砂漠とかでも大丈夫で、砂漠でも大丈夫で、極端なことを言いますとね、ミストですからジャブジャブ流すんで重力の影響を受けない。あ、宇宙でもいい。宇宙でもできます。宇宙って水貴重ですよね、そういうところでいいってことなんですね、